皆さん、こんにちは。なんと、1年半ぶりくらいのディズニー Vlog になります。はい、なかなかちょっとディズニーの方に遊びに行けてなかったもので、今回めちゃくちゃ久しぶりのディズニー Vlog となっております。超嬉しい、やったぜ。はい、この日はね、すごく天気が良くって、もう日傘必須っていう感じの天候でした。もう本当に楽しかったから、そんな一日を皆さんにぜひ見ていただきたいと思います。それではレッツゴー、お願いします。ということで、今のディズニーは抽選形式みたいな感じになってて、当たらないとショーが見れないんです。ちなみに今つけてるカチューシャはゴーストの花嫁のカチューシャです。エントリー落ちて結構沈んでるんですけど、ちょっとプーさんのハニーハントに乗って気持ちを切り替えていきたいと思います。ということで、一発目のアトラクションはプーさんのハニーハントです。プーさん乗りました。いやー、癒される。もう何回乗ってももう飽きないですね。今からちょっとお腹空いたのでご飯食べます。キャプテンフックスギャレーというお店でベーコンとパイナップルのピザを頼みました。ベーコンとパイナップルの相性が最高です。キリンアップルティーソーダも美味しいよ。食べた後はお散歩を楽しみました。さあ、続いてやってきたのがトゥーンタウンです。ロジャーラビットのカートゥーンスピンに乗ります。ここから僕をバスッとするようにだと絶対ちょっと行かないからな。どうなの、この狭いところで僕はどうなっちゃうんだ。あら、君と目が合っちゃった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 。グズグズしないでさ、遊んできなよ。はい、続きまして、日岡夏美ちゃんの影響で集め始めましたスーベニアメダルをやっていきたいと思います。今月のマンスリーメダルはグーフィーです。エントリーで当たったベイマックスのハッピーライドに乗ります。スペースマウンテンに乗ります。
10分待ちでした。バズライトイヤーのアストロブラスターに乗ります。はい、こちらもエントリーで当たりました。美女と野獣魔法の物語に乗っていきます。美女と野獣魔法の物語のネタバレが嫌な方は7分24秒以降までスキップしてみてください。アイスクリームコーンというお店でスペシャルソフトクリームチーズクリーム&レモンを食べました。グリーティングパレードを待ちたいと思います。クリスタルパレスレストランのブッフェに来ました。いっぱい食べるぞ。
ントリーで当たったミニーのスタイルスタジオです。ミニーちゃんと会えるミニーのグリーティング施設となっております。こちらもあの美女と野獣魔法の物語がオープンした時にできたグリーティング施設となっております。もう似合うと思うよねえ横向き全身で当たりしていきます。ミニーと同じ感じにしてみます。あ、いいね、かわいい。当たりしていきます。ポーズ。ありがとうございます。ミニーちゃんバイバーイ。ありがとういやその時、彼女は思いついてしまった。もう一度、あの声が聞きたいと。そう、彼女はひたすら前に向かって歩き、禁断の場所へ向かった。そして彼女は、後にこう呼ばれるようになった。夜のトゥーンタウンの不審者。楽しい。君は楽しい。どうなの？ん？どうなの？ね、グービーが好き。ハロー、そこにいる人。はい、何ですか？あれは、きっと目が合っちゃった。僕のこと呼んだの君かい？私です。僕はなんて幸せ者なんだ。え、何これ、攻略しちゃってる私。おい、ミッキーは最高の友達さ。君もそう思う？そう思うよ。ここにはグーフィーなんかいないよ。手紙だけだよ。かわいい。わお、こりゃすごいよ。君たち楽しんでるかい？楽しいよ。最高だ、幸せだ。私がいるとあれだって、僕は幸せ者だよって言ってくれたからだ、きっとね。両思いだよね。今日ちゃんと花嫁カチューシャつけてきてよかったよ。ちゃんと花嫁になった意味があったよ。はい、ということで今回のディズニーランドの Vlog いかがでしたでしょうか。はい、ちょっとね、途中お見苦しいシーンもありましたが、いつもこんな感じで楽しんでおります。それじゃあみんなバイバイ。あ、よほ。